こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピースやっていきます。今日はミキサーやっていきたいと思います。今日ねポジション追加があってエースとか来るのかなとか思ったら抑えでもなく中継ぎが来ましたね。はい、なので今は各球団12人ずつ S ランクいるっていう状態なんですが、やっていきます。特訓成功率 1.5 倍も嬉しいんですけど、誰を優先的に特訓するかは今日のミキサーの結果次第で考えていこうかなと思っております。でまあちょっとね、リスクもあるんですけど、ちょっと引き続き巨人でやっていきます。引き続き自チームエースランクとか巨人で引いてたので狙いは変えずに巨人で引いていこうと思います。12分の1なんで OB とかで一発ね、1点狙いで当てるみたいなイメージになっちゃうんですけど、坂本選手がちょっと補強ポイント的にどうしても必要なのでを狙ってやっていこうかなと思います。坂本選手狙い12分の1ですね。まあ、3回かな、3回回します。はい、でその後 A ランクの自チームミキサー、これもね続編なんですけど、連敗が14連敗してる選手を狙ってやっていこうと思ってます。はい、じゃあまずは S ランクミキサーからやっていきましょう。さてでもう最初から圧縮かけます。もう確率はねなるべく多くいきたいので、若林選手とメルセデス選手はもう入れちゃいます。あのジャイアンツなんでね。よし行きましょう。いやこれ最初でやってた、これ2人ジャイアンツのシリーズ2入ってるんで10分の1です。はい、狙ってやっていきます。いやーこれで終わりたい。さあ成長してる選手ちょっと訳あってちょっと若干清水選手レベル上がっちゃってますが、やっていきましょう。はい、清水選手はあのツイッターの方では載せてたんですけど、クーと伸ばし棒とミが入る選手だけでオーダー組んでみたというちょっととてもあのくだらないあれをやってたせいでオーダーに入ってたんですよね。でレベルが上がってます。さあ坂本選手じゃない2枚目ニューがないですね。いやでもこれは嬉しい。若本選手はね混ぜられなかったな、ちょっと岡本選手も持ってたんですけど、いやこれはちょっとミキサーにはかけられないなっていう感じですかね。なんか取っときたいかな、やっぱ A ランクも貯めてるので。はい、じゃあ次からは圧縮なしの完全12分の1チャレンジです。いきましょう。例のねグロスさんガチャがありましたけれども、2枚抜きしたグロスさんを混ぜてやっていきます。いやもうさ、どんどん選手枠が空いていくのが分かりますねだって今パツパツ500人パツパツだったのが、ミキサー3回すればだいぶ選手枠は整理されるんですけど、それによってね誰が来るかっていうお話ですよ。お願い、野手来てるよ。はい、投手帰ってきましたねお帰りって感じですね。はい、あのミキサーに旅立っていったメルセデスさんが帰ってきてくれました。シリーズ1も引いてるんですよね、メルセデスさんは。いやーまあ取っときたい気持ちもあるけど、いやでも本当に坂本選手を当てなきゃいけないので心を鬼にして。はい、ということでシリーズ2 1枚なんで11分の1です。はい、自チーム S ランクを引いた時と同じ確率に戻りました。ちょっと一応これ最後にしとこうかな、多分ちょっとわかんないけど、わかりません、引きます。ちょっと来てください。いや本当に何でもいいんでとりあえず来てください。本当はね、ああ有能代理人他のチームでも引きたいんですけど、ちょっとね坂本選手手に入れられないと次に進めない。いやでもね選択契約書引けなかったんですよね。はい、来て、あ違う、あー強いんだけどシルエット化ですよね、メジャー行くとしたら。シリーズ1も持ってますいやこれでもシルエットミキサーまで待つ必要あるのかな。ワールドスターでね、もし、まだチームも決まってませんけど、もしメジャー行ってワールドスターでも出るんだったらね取っといた方がいいと思いますけど、ちょっともう一回やっていいですかもう一回やりたい。シリーズ2は混ぜよう。よし行きましょう。まあ、巨人の選手をいっぱい連れてきたんですけど、全部シリーズ1なんであんま関係ないです。だけど来てくれるんじゃないかなって思います。はい、よし行きます。シルミキまでシルエットミキサーまで待つのもいいんですけど、それよりもね今強化しなきゃいけないと思うんですよね。いやお願い、本当にお願い終わりたいんだけど、でもなー
欲しいって思ってる人いっぱいいるだろうしな。終わりましょう。終われないよ。あー、ミキサーは厳しいですね。でも4回引いて、まあ、被ってはないですから、被ってはないですからね。じゃあちょっと正真正銘ラストいきたいと思います。じゃあちょっと暴走気味なんで本当にラストにします。いやー、まあちょっともうここで引かなきゃいけないと思うので引きます。行きましょう、ラスト。あ、この後 A ランクはやりますよ。 A ラン、 S ランクはこれでラスト。あー、結構5回って何枚、25枚 S ランク、結構 やりましたね。さてさて、どうかな、どうかな、どうかな。あ、なんか割れなかったんですけど。あああれ対談ですよね。あー、そっかー。まあまあ、かぶりはしなかったですけどね。はい、いやー、まあしゃあないな、引けないですね、確率的にはね。はい、じゃ選手枠がだいぶ整理されたところで A ランクの、ミキサーをやっていきます。で、狙いはもうずっとね、動画見てくださってる人はもう分かってると思うんですけど、これも1点狙いで、このね、図鑑の埋まり具合、名鑑だ、埋まり具合をぜひ見てもらいたいんですけど、あ、まあまあ大山さんは今日追加だったんであれですけど、 PJ さんが欲しいんですね。で、他青柳さん以外全部引いちゃってた状態だったので、なるべくこの阪神の選手を使いつつミキサーをやっていこうと思います。よし、行こう。ね、2回はできるかな。はい、12分の1で5人引くから7分の1。いや、でも結構きついですね。いや、きついな。行きましょう。7分の1です。7分の1。うん、ほい。まあ、これは見なくてもいいか。いきまーす。ほい。知ってたよ。3枚目ぐらいですよ、もう藤川さんとか。いや、まあね、確かに藤川さんの A ランク欲しかった時期もありましたよ、私にも。でも今じゃないんだな。もう一回、もう一回いきます。はい、じゃあこのメンバーでいきましょう。はい、まあ、糸井さんとかも確か結構もう持ってるんでいいかな。はい、行きます。もう、本当にね。これ何回目？自チーム A ランクを14連敗してるんですよね。14連敗してからの、これです。A ランクミキサーなので、で、さっき今開けてるんで、15連敗中です。行きまーす。はい、スキップ。なぁ、本当に？ちょっともう一回行こう、もう一回行こう。はい、これでいきます。ちょっと花ちゃんは称号用も結構余裕があるので、ちょっとね、連れてきました。ついに阪神もいなくなっちゃいました。さあ、これでラストです。16連敗してます。笑えないよ、本当に。私、シリーズ1の時もミキサー全然ダメだったんですよね。全然全く強化ができなくて、そう、しょうがない。スキップします。はい、こいやー。もうなーわー、こんな、まあ、でも青柳さんも来てないんで、まあ、青柳さん狙いだったとしてもきつかったんですけど、こんなに来ないもんかね。ちょっとやばすぎませんか、この引きは。ちょっと寄り戻しが来てるのかな、今まで引きが良かった分のね。はい、ちょっとこれから苦しい時期が来るな。こんだけミキさんも回しちゃったからな、 A ランクも。いやー、まあしょうがないですね。頑張ります。ちょっと福袋これ引いた方がいいかもしれないな。すっからかんになってしまった。ちょっとまあこっから立て直します。まあ私も勝負は嫌いではないので、別にね、勝負したことを後悔はしません。はい、ということで、あー、見てください。エナジーが555ですね。いいですね。縁起がいいですね。はい、ということで、今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺で。バイバーイ。お疲れ。